旧理学部1号館について広島市は有識者との懇談会を経た2017年にこの E 型の建築物のうち正面の I 型部分を残すことを決めていました今回の案ではその I 型部分の奥に併設する形で新しい建物を建設しますこの案なら I 型部分にある玄関ホールや廊下などの一部を残せるため 建物の遺症的・歴史的価値を損なわないと判断講義室などを整備するために必要なおよそ3000平方メートルの総面積も満たすとしています概算工事費は63億円ということです旧理学部1号館は広島大学などが平和教育・研究機関として活用する構想が決まっています